かし。もうちょっとね、今日は。炎天下ですよ。恥ずかしくないかな、先輩を 日に当ててお前ら影歩いてよ。いや恥ずかしいというか、大別がそうだったから。しょうがないな。気が利かないな、お前ら。どうぞって言うんだろう。僕らが日向行きますって言うんだろう。そんなのあんまテレビで見せないよね。いいですよ。ブルーベリー以外もなんかいろいろ。ちょっとことないな、ブルーベリー。思い出すんじゃない、北海道。